ただいまより YZ85 クラス暫定表彰を行います。ご登壇いただきましょう。見事優勝カーナンバー93番ピーターパン岸本直政選手、おめでとうございます。はい、どうぞお上がりください。ウィナーズキャップをかぶっての登壇です。そして第2位カーナンバー56番ピーターパン三宅春人選手、おめでとうございます。そして第3位カーナンバー2番原田カートクラブ野田拓司選手、おめでとうございます。はい、3選手にご登壇をいただきました。それではまずトロフィーの授与でございます。トップ3のドライバーにクリスタルのトロフィーが贈られます。はい、おめでとうございます。優勝岸本選手にはブルーのクリスタルトロフィー、第2位三宅選手にはグリーンのクリスタルトロフィー、3位野田選手にはレッドのクリスタルトロフィーです。そして続きましてボッテカシャンパンが贈られます。はい、こちらはねお家に持って帰ってそれぞれ金銀銅の色をしているぴったりのシャンパンですのでね、飾っていただいてもよし、冷やして飲んでいただいてもよしでございます。続きまして賞金です。見事優勝岸本選手には賞金3万円が贈られます。おめでとうございます。続いて第2位三宅選手には賞金1万円が贈られます。おめでとうございます。なぜかギャラリーが大喜びしています。そして第3位野田選手には賞金1万円が贈られます。おめでとうございます。はい、続きまして K1 ミッションカートシリーズといたしましての副賞がございます。プレゼンター矢野さんです。はい、中身は何でしょう。開けてのお楽しみ、おめでとうございます。リボンのかかりました副賞でございます。いいですね、こう普通に袋で渡すよりリボンかかってこの 1,2,3 のメダルがかかるとすごいいい感じ。これは記念撮影も笑顔になりますね。はい、シャンパン足元置きますか。では勝利者インタビューです。はい、見事優勝岸本選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今日は山あり谷ありでそうですね、もう予選のごちゃごちゃから、まあ、でも決勝うまくまとめれてよかったです。でも序盤は結構なバトルでしたよ。そうですね、まあでもピーターパンでまあね仲良くできてたんでまあ落ち着いてレースできてたんで、まあ最後に決めたったらいいかなという感じで決めたりましたか。いたりましたね。いたりましたか。はい、今年の予定を教えてください。実はまだ何も決まってなくてシート募集しておりますんでお願いします。じゃあまた出てきてください。はい、おめでとうございました。岸本選手でした。 K1 も水波も期待しております。では記念撮影します。前の方ご覧になってくださいね、にっこりとね。はい、改めてご紹介いたしましょう。 YZ85 クラス見事優勝岸本直政選手、第2位三宅春人選手、第3位は9番手から野田拓司選手、おめでとうございました。